なってるよ。そんなことないよ。確かにワンダーステージにずっといるわけじゃなくなったけど、お兄ちゃんたちにお願いって言われたらまたあそこでショーをやると思うし、フェニックスワンダーランドは私の大好きな場所だから行きたい時に行くよ。いいね。